みなさんこんばんは。うわ、毎週日曜日8時からはストプリ公式生放送です。どうもどうも。とんでもねえことが起こるのか、起こっちまうのか、一体何が起こっちまうんだ。俺の口からは言えねえぜ。だからきっと言ってくれそうなメンバーを呼んできますか。まあ誰から呼ぼうかな。じゃあどうしようかな、どうしようかな。ルートくんがバット振り回してるらしい。あー、ルートくんが呼ぶ、バット振り回してるらしいからね。コロちゃんが脱いでてルートくんがバット振り回してるって、さとみくんからの垂れ込みがあったからね。じゃあ呼びますか。バットを振り回していると噂の彼を呼ぼうと思います。それではソプリの黄色担当ルートくんいっちゃって。やばい、バットが、やばい、いや止めて止めて、バットが止まらない。ルートくん、やばい、止まって止まって、バットが止まらないよ。ルートくん止まって、助けて、止まってる。どうしよう、これ止まって、どうしたらいいんだ。止まって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 、止まった。あ、止まった。ありがとう、リナ止めてくれて。あ、いえいえ、ありがとう。いえ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 、感謝してます。よかったです。この配信が始まる前からバットが止まらなかったんです。あ、よかった。よ、だ、大丈夫だった。あの、物とか壊れてない。もう部屋中ボロボロです。やばいじゃん。僕の作業部屋はもう修復不可能。でも作業できないってこと？本日の公式生放送を持って作業することはできなくなってしまいました。嘘、やばいよ。僕の作業部屋がやばいよ。おい、今さとみくんと間違えたの、僕のこと。やばいよ、僕の作業部屋がやばいよ、やばいよ、やばいよ、やばい、またバットが、やばい、やばい、やばい、ダメだ、これ以上自分の家の中にいたら家破壊しちゃう。ごめん、外に行ってくる。ごめん、ごめん、誰か止めて。誰か筋肉担当のさとみくん止めてくれ。誰か、やばい、さとみバットも、あ、やばい、ルートバット振り回すなって。ごめん、ごめん、やめろ、ルート、ルートバット止めろって、早く。さとみバット振んなって、さとみバット振んなって。あ、ルート、ルートバット振んなって言ってんだろうが。なあ、おい、さとみ、おい、ルート、何間違えとんねん。あ、ごめん。自分の名前を人に呼ぶことないでしょ。どういうことですか、それ。どういうことなの。なんか間違われたそうだなと思って。ああ、ちょっと間違えてみた。そこはこんなに長い間一緒にいるのに初めての間違い。間違えるんだね。あ、まあでもどんだけ一緒にいても新しい発見があるっていうことは素敵なことよ。おお、なんかいい話しようとしてる。なんだ、何でもかんでもいい風に言うな。物はいいよって言葉にも限度があります。来た来た来た。ダメ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 、新しい発見じゃない、間違えるな。俺さ、最近さ、これちょっとリーヌにも話したことあって。なになに。あのね、なんかさ、ルートわかると思うけど、リーヌってさ、ちょいちょいさ、うん、謎の液体を鼻にぶち込んでるじゃん。あ、まあまあ、その定期的に見るじゃん。そうだね、謎の液体ね。しないで、謎の液体を。青い怪しいやつ、ね、そう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 。鼻スプレーだからやめて、変な感じの言い方すんの、うん、でさ、この前やっててさ、うん、え、それってマジで効果あんのみたいなこと言ってさ、うん、やばいよって、うん、もう本当鼻通るよって言われて、俺ちょっと、でもそれってさ、鼻の中に突っ込む系だからさ、ちょっと貸してとも言えず、俺内緒でその場でアマゾンで買ったんやもん、うん、あ、そうだったんだ。そう、うん、で後日家来て、あ、これか、これやってたなっつって、ちょっと俺やってみるかっつってさ、はい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 、なんかこう鼻から息を吸い込みながらスプレーするのちょっと怖いじゃん、もう頭痛くキーンするんじゃないかなみたいな。でもちょやってみたら、うん、あ、俺って鼻詰まってたんだなって初めて気づいたの、人生で。嘘でしょ、うん、あ、これ鼻通るって、こういうことみたいな。まあ、あの青いやつの虜になってる今。いや、青い液体入れてんの。はい、それではそんな青いやつに登場してもらいましょう。コロさん、いっちゃってー。え、どういうこと。振りが雑すぎる、あまりにも。青いやつか、今までの振りの中で一番雑すぎる。コロールさん、いっちゃって。コロールさん、あの、青い花の人さ、あの赤い人とピンクの人、どっちの花の中が綺麗だった。どっちどっち、
どっちも綺麗だよ。あれ、あ、あれ、どっちも綺麗だったよ。いい方やな。いいやつ。コロール君、いつもありがとう。俺の鼻を。なんだよ、コロール君って。コロールさん、ありがとうね、本当にいつも。コロール君って何なんだよ、一体。なんでコロール君になったの。ありがとうね。え、コロール君、ありがとうね、本当にね。ありがとう、コロール君って。いつもみたいにさ、ちょっと出してもらっていいかな、あの青いの。何、シュッシュッシュしてくんない、うん、鼻の中に突っ込んで、あやつ、うん、いつもみたいにやってもらっていい。ちょっと覚悟しといてね、いっちゃうよ。頼む頼む、お願い。鼻詰まってるの、息吸ってる吸ってるから今。やってやってやって、いくよ、やって。シュッシュッ。はい、ということで今日もやっていきますか、はい、放送で。やってきました。来たー。さすがにかわいそう。よし、今日さー。さすがにかわいそう。待って、これはやってきました。待って、はい、これは3人でコロちゃんにごめんしないとダメ。はい、ダメ。これはダメ。ダメ。これはごめんなさいしないとダメ。ダメか。コロン、ごめんな。俺が悪かったよ。シュッ。え、あれ、全然めげてないよ。そんなに刺さないのよ、鼻に。シュッ。入れすぎ入れすぎ。それ全部出てるの、下から多分。全部下に、もう締まっちゃってる。どうやった、抜けた、抜けた。うんうん、抜けた、うん、ちゃんと鼻水取れた、うんうんうん、うん、あー、取れた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 、あー、取れた取れた、ありがとうありがとう、取れた、マジありがとう、いつもコロールさんがよ、ね、うん、全部取ってあげたから、ありがとうね、ほんと、ありがとうございます。よかったよかった、あー、よかったね。いいのはコロール派なんだね。俺コロール派だね。俺もコロール派だね。朝お薬飲んでく派、うん、あー、レコーディング2時間前ぐらいに飲んでく。この前ルートの家行ったらさ、うんうん、見たことないような錠剤があってさ、うん、これ何に使うの、すげえ興味津々で聞いてさ、うん、それ大丈夫大丈夫、何に使うの、そういう言い方で聞いて大丈夫、ルートくん、鼻水止め、放送事故のダメだ、怪しい感じにしないでください。何に使うのこれ、言っちゃいけないやつ、大丈夫大丈夫、ダメなやつとかないからやめても、ルートの家のキッチンに転がってんのよ、錠剤が転がってはない、あれか、はい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 、ちゃんと置いてあるの、確かに大量に置いてあったね、あったのよ、大量に、いや違う、待って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 、何グラム何グラム、ほんと何グラムとか何言ってるのちょっとルート、放送事故なの、いや動画じゃないから、ダメだダメだ、待って待って、本当にもうちょっと待って、シャレにならない、ダメだって、ほんとに誤解を招きます、